神田千吉、神田千吉明治42年9月4日は、明治時代の電信施設工学者、技術教育者で、東京郵便電信学校校長心得、電柱改良技術家、雷祭司の学者、増樹五位、君後等。彼の長男は、天文学者の神田茂、神田茂の弟も天文学者の神田清である。終わり国名古屋で、終わり藩士。 神田梅清の子として生まれる。明治3年終わり藩立の洋学校に学び、明治10年後部大学校電信課に入学、明治16年5月に卒業した。その後、公部省に出資、電信建築に従事し、明治22年3月大阪通信管理区、電信建築主、同七月に松山電信建築長、ついで熊本、大阪の同建築長を歴任し、 明治28年4月、東京郵便電信学校教授に任せられ、明治38年2月に、東京郵便電信学校校長心得を、命ぜられた。電信学校の廃止に伴い、定信局公務課に転じ、定信管理練習所教官兼務を命ぜられていたが、明治42年9月4日に没した。墓所は、青山霊園立山墓地。電柱改良技術家としては、 宇都宮三郎や志田林三郎が進めた電信柱の防腐剤処理注入に関し電信建築館として大いに研究改良を加えたその後の防腐剤処理はクレオソート注入が主流になっていくさらに時代が進むとコンクリート製電信柱になっていく雷採取の学者としては著者の雷の話にまとめた明治期の雷採取が挙げられる ありがとうございます。